斉藤です。小林と海道。はい、この方は溝口です。これゲストです。今回、はい、まあ、今回やる企画はですね、ちょっと今日2本目じゃないですか。僕たち動画撮るのが。で、まあさっきまずい肉じゃがを食べさせられたんですよ、小林の。で、まあ嫌な感じで腹が満たされているわけですね。これを浄化したいと。綺麗なものを入れて浄化したい。コンビニのご飯とかね。まあだけど、ただご飯食べても面白くないじゃないと。うん、だから今回持ってきた企画は、題して、コンビニしりとり。まあ簡単に言ったら、コンビニの商品でしりとりをするわけです。そう、まあどういうことかというと、例えばカレーだったら、あのレーから始まる、例えばレンコンの煮付けみたいなさ。あ、レンコンで終わるかと思ってた。レンコンの煮付け、次は毛虫みたいな。虫で、それを次の人が食べると、例えば小林にリンゴって回ってきて、次ゴヤン、例えばごま油だを選択したら、溝がごま油を食べなきゃいけない。で、次は溝がごま油のラでラー油って言ったら、俺はラー油を食べなきゃいけない。要は自分が選んだものが次の人が食べるっていう感じになっています。全て完食で次に回せることにします。誰かがギブアップといった時点でおしまいです。それか負けね。うの、うの食べ物を持ってきたら、そう、うのも食べ物ないと思うけどね。はい、ということで、じゃあ早速やっていくんですけど、じゃあ誰が一番最初からか決めようか。最初はグー、じゃんけんで勝ったでしょ。うん、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最悪。溝からか。溝から、溝から時計回り。じゃあどうする、最初の文字しりとりのりからいく。ゲストの溝から商品を選んできてもらうんで、はい、やっていきましょう。お、来た、帰ってきた、帰ってきた。あー、なんか怖いな。初手買ったのはリンゴヨーグルトです。なるほど、なるほど。はい、優しいね。ギブ早くね。いや、もうさっきからなんか肉じゃがでいっぱいなんだよ。じゃあいただきますね、早速。時間制限って素敵なものあるの。いや、まあ、なしでしょ。だからもう量だよ、量。リンゴジュース苦いね。左行くよ。ジュース2リットルで殺せるんだよ。でもリオ早く探さなきゃっていう。あ、なるね。7なんだ。千分のね。と満腹まで食いやがった。完食しました。はい、この機械が野菜無理。やめろ。俺そういう、あの、人が嫌がることするタイプの人間じゃないんでしょ。人の嫌がることしたことあんのかな、今まで。弟車で引いたことぐらいかな。嫌がらせ超えてね。とね、リンゴヨーグルトのと。あ、じゃあ、はい、行ってきますね。ハワイトゥデー。とから始まる食べ物。とろけるカスタードブルー。いいやん、これ。ほら、まあ、サービスでしょ。終わった。え、何が、え、もう一回言って。とろけるカスタードプリン。どうせ、うんがついてるね。あれ、あれ、題名は、ちょっと待ってください。とろけるカスタードプリン今時だよね。あ、よかったよかった。セーフなわけあるか。どこがセーフやね。アウトやろ。今時最後に持ってこんだろ。じゃあ今時あるからさ、一つ言っていい、うん、全然気にしなかった。今時、完全に今時。今時だよこれ。うん、俺らが感じました。とろけるカスタードプリン今時セーフだろ。セーフ。いや、今持ってきたね。危ねえ、企画倒れするとこだった。俺はすぐ刺したよ。プリンはダメだなって思ってた。カイト、俺と7文字しりとりやっただけでもうんでしんどった。マジでさ、なかなか見つからんくって、とう見つけたと思ったらうんついた。いただきます。プリンうまいな。いや、プリン今時だから。めっちゃハイテンションで入ってきたと思った。プリンでしんどった。ハワイトゥデイ。ハワイトゥデイ言うな、あんまり。あー、ミスった。マジボンミスだ普通に。いやいやいや、木だから、今時だから。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。完食ですね。プリン美味しかったです。今時木からです。はい、帰ってきました。それでは木から始まる商品お願いします。はい、キットカットバー。あー、もう来ると思ってました。はい、絶対来た。秒やん。はい、食べますね。はい、車を走らましますぐらい叩かれるよ、それ。これはよかった、俺チョココン食って。これ持ってきとったら俺今ならギブしとる、マジで。キットカットバー。だからバーだね、バー。バ、バ、バ、バリウム。何する俺これ。食べたよ。もう余裕だよ。はい、キットカットバーね。はい、じゃあ次小林。はい、バーからお願いします。行ってきて。バーがなさすぎます。あ、バーあったと思ったらバームクーヘンだったもん。じゃあ発表しますよ。はい、何ですか。バスチー。うわ、絶対。いや、俺ね、超好き、これ。あー、ほんと？ベイクドチーなんとかチーズケーキでしょ、これ。違う、もうさ、やばい、好きなんだって、俺は。ちょ、ほんと攻めたかったけどさ、バが全然ねえよ。なんで？うわ、ちっちゃ、いいな。超うまい、マジで。うまい、超うまい。いいな。全然攻めれてないわ。じゃあ、みぞうくんが食べ終わったので買ってきてもらいます。まあルール変更として、バとパが非常に難しいと、濁点がつくものが非常に難しいってなったので、濁点がつくものは濁点を省いてもいい。例えばバだったらハでもいいし、パだったらハでもいい、ダだったらタでもいいしみたいな。でもハの時はバとかパにしちゃダメ。濁点がついてるものを取ってもいい。オッケー。よっしゃ、お願いします。みぞうくん、チッチ、もう2周目だからね。ああ、そうだね。殺しに行って。
チーズ好きの美味しいチーズから。おお。多くね？多くね？ちょっとマジで、ちょっとその顔。ただいま。カムバックホーム。お前それでまた運持ってきたら受けるから。ラムネ。やったー、ありがとう。これしか見つからない。お前。素晴らしい、覚醒剤やってるやつの飲み込みだ。完璧ですね。はい。2から始まる商品これです。でで練り梅。もっと攻めようぜ。素晴らしい、なかった。うわー、うまい。買ってきましたけど、明太マヨのスパゲティ。よし、俺食べなかったんでしょ。変えてこ。俺さ、マジパスあんま食べられないんだよね。煙がすごいな。人の夢だ。おめでとう。かわいそう。多いな、キッズ。誰これ考えた人、このメニュー。それは知らん、それは知らん。ローソンの開発部に行ってくれ。これ多いですね。腹何分目ですか今。ガチで腹減っとる。ガチで腹減っとっても1キロだから。あんだけ食って。ベイクドチーズケーキと肉じゃがさ、ちょっと山田確かに。いや、俺はもうお前を酒で殺す、それ決めた今。やられる前にやれ。こいつまだ食っとるわ。腹減ったな、早く買ってきてくれるかな。すっげえの買ってきてる。今腹何分目？リアルリアルでいいよ。8。マジで？マジで。よし。はい、ごちそうさまでした。OK です。おー、見えちゃったけど。じゃ何買ってきたんですか？いやね。多分ね、これ家もん茶って言うんだけど。一応大きいだからさ。家もん。オンで終わってないもんね。家もん茶だもんね。あ、そう、押せた。まあ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 。違う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 。こいつ腹立つわー。お前らでも俺が飲み干せと思っとるでしょ。空気の入る音がすごい。この空気が。何を飲んでた。ちょっとしかない。空気入っとっただけ。空気がボコボコいっとっただけ。え、うまくねこれ。やばい、ね。さっきめっちゃなかなか伸びたと思ったのに。まあスピード勝負ね。ギブギブだから。もう無理やん。こんなもん分かったよ。ばあちゃん手伝って。どうしました、赤井選手。ちょっと時間かかるやん、だいぶ。もう10分待った。そうだからちょっと申し訳ないから、マスクっていうのはどうかな。じゃあ俺ら食ってる間にもうそれ飲んどる。 そしたらだって食べる量は別に一緒やん。だから一旦置いといて、まあ、普通に時間効率がいいからね。そう分かってる。今から家もん茶やから始まるものを取りに行って、みんなが一緒にしてる間に僕も飲んで、はいはいはい、で次来たら一緒に食べ物と飲んで、最終的に完食すれば大丈夫だよ。ギラギラしてるよ今。ギラギラかが。やだってやるわけない。来ました、カイト選手。もうやり返せない。はい、焼きエイヒレやったぜー。もうないのよ、やが。焼きそば、きついかもしれん。くっさくっさ、マジ世界一臭い。あー、メダカの餌やばいっしー。さあ来たわ。俺ね、こういう気あんま嫌い。お前嫌いな食べ物多すぎだろ。めっちゃ臭い。え、もうドブ。じゃあお前絶対生漬けやば。あれ普通の人間だ、無理だもん。いいのか、俺に時間を与えていいのか。おしっこ出しちゃったおしまい。あ、もう俺おしっこしたいもん今。カイ君頑張ってね。やめます。今日もお茶を飲みすぎて頭がおかしくなった男、イエモンマン。あ、タイが申し訳ない。俺を取れ。これやっとんねん、ずっとチクチクして痛いよな、ここ痛い。これ回されたおしまい。じゃあレレレ。カイ君お帰りなさい。何を買ってきましたか。レから始まるリズムに合わせて。レモンド。レモンドね。はい、小林。はい、もう終わらそう。いや、小林飲んじゃって。はい、飲んじゃって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 。キモ歯きたな。チラッと映った歯黄色、カレーパンマンぐらい黄色かった。で黄色い。うめえなー、下げんでよ。酒に歯黄色いってホームレスやん、もう。ホームレスやん。あ、待って、これきついから。のたれじなせよ。久しぶりにお酒飲むわ。頑張ってね、小林。ああ、調子乗ってさっき息飲みすぎて全然うめえなとか言ってるけど、うまくない。俺も一周回るのまでに絶対飲むから。絶対いかん、いかん、それはいかん。その量はいかん。それはいけるだろ。これはやばいだろ。でも逆に。待ってくださいよ、待ってください。気持ち悪い。俺酒強そうでしょ。俺酒強いんだよ、マジで。へぇ、これ運転手にお酒やったらどうなんだろう。法律で殺せます。楽しくなってきた。飲み終わったよ。レモンドウ。うんこはダメ。ねえだろ、そんな。俺がコンビニでうんこして、そのうんこピッて言うさ。だから持ってきても食べれるわけないやん。これちょっと寄ってきちゃったよ。クラクラしてきた。じゃあ、あ、それ、スパイスのタイな。じゃあ買ってきますね。俺が買ってきたのは、うま辛、鶏唐揚げ。ねえ、ウーロン茶2リットルあったやん。貴様何を買ってきた。ごめん、つまんな。違う、うがなかった、お前まさか余裕かこれ、マジで。マジ余裕。見てみんな、
俺褒めたたえて。2リットルをこんな短時間で飲めるやついないだろ。これぐらいおしっこ出た。コメント欄で途中で吸っただろうってどうする。じゃあお前俺の胃袋 の開いて見てみろ。お前ビチョビチョだぞ。それか俺が今から今日一日おしっこするやつ全部動画撮ったろか。チンコごとな。コンテンツ勝負だぞそれ。っていうかまず俺らがズルやんって言うから、それこれ勝負だから。あれお前食い終わった食ったよ。ごめんってウーロンちゃん2リットルをさ選べれんくって。ゲーで醤油麺何ゲーだ。ゲーはあれだからゲーでもいいからね。いけー。あ、来ました。いやマジでない。何でした。げんこつ。あ、ちょっと良くない。げんこつってやつ。見たくない。高井戸くん見てください。おい、ボコボコにするぞ。頑張りますな。え、でもそれはそのターンで飲まないから。うん、ちょうど水分バサバサになるからさ、口の中がちょうどいいんだって。俺のげっこれがおらっか。学校で真っ暗。やっとなくなる。おいおい、アクロバティックな飲み方や。ダブ&ピース、乳首からビヨン、チンコがビロンで足首ビラーン。危ない今のね。よし、ゴー。帰ってきた。はい、実は車の前で待ってて、今からカメラ回すまで待っててねって言われて、小林が今帰ってきたって演技してました。はい、オッケー。うん、恥ずかしい全部。はい、皆さんただいま。まあまあ俺は小林を潰しにかかりたいから緩いので行こうと思ったけど、どめくんじゃった。だいぶきついの行っちゃった。ゆで味付け卵。え、俺余裕なんだけどこれ生卵。うん、あ、じゃあゆでって書いてあるやん。ゆで味付け卵。5だったら結構いけるやん。こうこれ罰ゲーム、確か家おごりやん。だから小林に家おごらすよ将来。家おごりやつおるか。卵男爵鶏になったね。お味どう？まゆ。おい、やめろ。うまーい。やめとけ、もっとやめとけ。いや、もっとももうねえわ。楽だったね、意外に。小林潰しにかかりましょう。酒で気持ち悪くなったら小林やしも。殺してくれよ、俺を。マジで。帰りなさい。この戦争を終わらせに来た。さあ、こうから始まるあなたが選んだ商品教えてください。なんだお前、何持ってきた？何見てないよ、俺まだ。コカインじゃない。の2リットルね。2リットル。2リットルじゃない。1.5 リだ。1.5 リットル。1.5 リだ。心臓キュッてなった今。はい、いただきます。また吐き良くなるな。一周のチャンスをくれないか、俺に。一周の判断をくれないか。じゃあ今まずさ、多少まで飲んでくれない。そう。それちょっと信用できん。ローンごめん、それじゃ。今集中するわ。集中して。せきじゃん。最初にびしゃびしゃ。俺の車じゃないよ。マジでごめん、マジで、マジで、マジで。え、すごい、マジで。行きかけとるな、小林が。レモンドーガラのコカ・コーラ、やばいでしょ。光も相まって、さらに効いた。5年間、歯を磨かない男。5年間、歯を磨かなかった結果。歯並びが良くなった。歯医者行ったら、めっちゃ汚れてますねって言われたからさ。虫歯より汚れてますね。だって素人が見ても汚れてますねだもん。小林頑張ってね。じゃあ頑張ります。応援しとくわ。めっちゃ気持ちいい。あと取る。ちょ、もうこれがラの最大ラガーラガー。いや、いいやろ、俺ビール飲めんって。マジで、いや終わった。もうこれでさ、一周回るまでどっちがおるか勝負しようぜ。ねえ、俺マジで飲めん。これ、いや、これで多分俺か俺でどっちかで決まる。なんで道連れにシュートしたの。とりあえず水を一発飲もうよ。ゲストが死ぬか俺が死ぬかっていう戦い。いや、もう回カイトとカイ殺すの諦めよう。いや、これマジに無理だ。でもこれでミゾがヤバいの持ってきたら俺も最終戦に入っとく。じゃあこれお前次カイトも最終戦に持ち込むさ、やつして。やだ。いいな、お前それグイグイ飲んで。そんなふてくされ。乾杯しよう、乾杯しようぜ。じゃあ、乾杯しよう。もうちょっと黙れってお前今。乾杯、乾杯。そう。いや、これガチで無理だ俺。あ、ちょっと待って、そんな言えないわ。待って、めっちゃ気持ち悪いわ。一口飲んでみて。じゃあ一回飲んでみるよ。くさみる。え、やばいわ。これめっちゃきついわ。ガチで無理だ。ガチで無理だわ。だってこれ、ミゾに勝てる可能性出てきた。頑張れ、ミゾ。俺もうミゾに勝つのにマジか。今もう勝つ気になった。お帰りさまんさ。お帰りさまんさ。何買ってきた？海鮮あんかけチャーハンでございます。はい、お前勝ち。ありがとう。ありがとう、ミゾ。見たくないんだけど。ミゾ、ありがとう。温めました。いや、いい、もうそんなのいい。はい、勝った。ごめん、もうゲーム終わり、これ。死ぬほど熱い。これゲーム終わり。ございます。もう行きます、これ。いや、もう大丈夫、ゲーム終わり。行きます。いいよ、ゲーム終わりだから。おお、俺終わったよ。本当に水野もけやん。今ガチガチも。え、待って待って待って。え、ちょっと待って。本当よ。ちょっと、もう一回待って。冷静なの、冷静なの、冷静なの、冷静なの。バイバイ、それ。お前が。冷静なの。車出して、待って、ちょっと。いや、一番冷静じゃない、お前。この戦争終わらす。ちょっと待って。具だくさん、海鮮、あんかけ、チャーハン。うん。なんかついてると思う。ついてない、なんもない、本当に。ちょっと待って。550円も、ついてるから。ガンダーやったー。おお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 
ちょ待って待って、お前わざとじゃないよ。割とガチわざとじゃない。あるよね、やっぱプリンの時もそうだったよ。カーカツ、カイトを苦しめるのに必死すぎて、なんか選ぶの必死だよね、その最初の文字を。長かったー、いつありがとう、水マジで。はい、ということで今回コンビニしりとり約6時間ぐらい、いや6時間6時間ぐらい撮影して、まあ結果的に溝口くんの負けということで、しかも負け。今の感想をお願いします。わざとじゃないよ。溝口くんのインスタグラムをフォローお願いします。いいいいいい、何もやってないから気持ち悪い。普通にレモン堂からのコーラ2リットルはバカ。お前あれ俺大丈夫今、俺喋ってる今。小林って誰？そうなるんだ。レモンドからコーラ飲むと。はい、じゃあ皆さん、もしよかったらチャンネル登録と面白かったら高評価と、これやってほしいみたいな企画があればコメント欄に書いてください。はい、それでは皆さんありがとうございました。また次回の動画で。Have a nice day。